こんにちは。はい。8月はですね、社労士試験の当月なんですけど、8月に入って、まあ、この4年ぐらいですね、やってることがあって、ファイナルチェック道場っていう道場をやります。皆さんもこれ持ってるんじゃないかと思いますが、直前対策のですね、道場パンフレットですね。で、私も僭越ながら道場をいくつか持っているんですけれども、まあ、その中で毎年この4年ぐらい欠かさずやってるものがファイナルチェック道場って言って、ちょっとまあ、社労士試験、択一式と選択式って2つの形式があるんですけど、それにとらわれずにコンセプトとしては短い時間で多くの問題を見ると、そういう、道場をやろうと。トータル2時間半 ×5 コマで10科目全部を見ようという、そういうコンセプトです。おろしたてのですね、道場のレジュメ、これちょっとまあ今全部見せるわけにはもちろんいかないんですけども、例えばってことで1問目、ちょっと見ていただきたいんですけど、こんな感じでですね、文章の中に空欄を設けて、1か2かどっちか選んで、言葉文章を完成させると、まあ、いうことで、まあ、読んで正誤判断する必要がないので、短い時間で多くの問題に触れられるんじゃないかなと。1問目一緒にやっちゃいますか。労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。人たるに値する生活とは具体的には、ということで1、一般の社会通念でしょうか、2、厚生労働省令でしょうか、どっちかを選んでくださいみたいな感じで進んでまいります。まあ、ちなみにこれ、答えはということで、これ言っちゃうとね面白くないんで言いませんけども、まあ、それは本番、一緒に答え合わせしましょうみたいな感じで読みながら、もうすぐに1か2どっちか選んでみたいな感じで、さっさ進んでいけると。まあ、それがこの講座の売りかなと。択一も最終的には結構2つに迷ったりしますよね。例えば、承認だっけ認可だっけみたいなものもあったり、例えば語尾は、義務規定だっけ努力義務規定だっけと迷う、大体2つに迷うんじゃないかと思うので、もう花からそれを見越した講座設定になっています。それを意識してレジュメも作っているということです。で、これを1科目70問を70分でやって、休憩挟んでまた2科目目、だから1コマの中で2科目やると、そういうような感じ。できる限り短い時間で最大限の効果を出そうということです。このファイナル道場、今年で4回目ですね。今でも覚えてますけど、1年目はですね、私がクラスを持っていない横浜で開催してですね、正直人が集まるのかと不安でしたけど、それでもなぜだか40人集まるというところから、2年目3年目4年目とつながってますので、僕としても、まあ、今回いっぱい直前のね、道場を持ってますけども、その中でも過去の実績もありますので、自信を持って皆さんに告知できるかなというふうに思います。後悔はさせませんので、はい、8月に一緒に試験本番に向けてね、いいラストスパートが切れるようにお手伝いさせてください。道場をは他にもね、いっぱいあります。で、あと、まあ、例えば試験の直前の時期のですね、例えば私の冠のついた道場以外にも直前の講座というのがあります。それを例えば家でですね、好きな時間に授業を聞きたいと、ウェブのフォローというのも行っていますので、まあ、詳しくは池袋に来ていただいて、私もしくはスタッフに声をかけていただければと。シャロシナのスタッフ担当、永井というですね、長身のイケメンがいます。イケメンがいますので、楽しみに来ていただければと思います。ということで、私川島からは、お知らせは以上となります。皆さん、2016年の試験に向けてね、最後まで諦めずに一緒に走り抜けましょう。はい、川島でした。